ブルース・ブラザース、ブルース・ブラザース、ザ・ブルース・ブラザーズは、1980年に、ジョン・ランディスが監督したアメリカ映画。アメリカ合衆国のコメディアンであるジョン・ベルーシと、ダン・エイ・クロイド主演で、彼らをフロントメンバーとする R&B、ブルースの音楽バンドとしても活動している。映画の続編に、ブルース・ブラザース2000、1998年がある。 アメリカの NBC の人気番組、サタデーナイトライブの同名の人気コーナーのキャストとバンドをベースに、ストーリーをつけて映画化したもの。スラップスティックコメディ、アクション、ミュージカルなどの要素が入り混じる。主演のベルーシュとエイクロイドの、ブルースや R&B、ソウルミュージックなどの黒人音楽に対するオマージュ言う、側面もある。日本での公開は1981年3月。 メンフィスサウンドの立役者スティーブ・クロッパーをはじめとするバンドメンバーと客演ミュージシャンの顔ぶれの豪華さが話題となり現在でも根強いファンがいる1998年には続編としてブルース・ブラザース2000も制作されたまた映画とは若干のメンバー変更はあるもののザ・ブルース・ブラザーズバンド名義で何枚かのアルバムもリリースされている 映画が公開された年と同じく1981年に主演のジョン・ベリューシュとダン・エイ・クロイドは来日を果たしている。その際には吉祥寺にあるライブハウスを訪れており、日本人バンドとのセッションも行った。世界に存在するユニバーサルテーマパークでは主演の二人らのそっくりさんを出演させたストリートミュージカルショーが連日上演されていた。黒いスーツ。 ネクタイ、靴、レイバンのサングラス、ベイファーラー、ソフトボーという格好は、往年のブルースミュージシャンたちへのオマージュであったが、その後さらにミブやマトリックスのエージェントの格好としてもオマージュされている。当初、148分の映画として編集され、試写会が行われたが、ユニバーサルは、こんな映画を見に来る白人はいないとし、133分に短縮された。 劇中曲は短く編集されたほか、ブルース・モービルの車庫入れ、エルウッドの退職などのシーンが削られた。DVD 化の際、当初のオリジナルフィルムが発見され、DVD には148分の特別編が収録された。ジョリエット・ジェイクは強盗を働き、3年の刑期を終えて、シカゴ郊外の刑務所、ジョリエット刑務所を出所し、仮出所判決は、懲役5年。 弟のエルウッドが彼を迎えに来た。兄弟はかつて育ててくれたカトリック系の孤児院に出所の挨拶に行くが、そこで、孤児院が5000ドルの固定資産税を払えないため、立ちのきの瀬戸際にあることを知る。孤児院の危機を救うため援助を申し出る二人だが、犯罪で得た汚れた金はいらないと逆に、女性委員長に追い払われてしまう。 なんとか孤児院を救いたい二人はかつて孤児院で世話を焼いてくれたカーティスに相談するとジェームズ・クリオファス牧師の移動礼拝に出席することを勧められる気乗りのしないジェイクをエルウッドがプロテスタント教会での礼拝に無理やり連れてくるとクリオファス牧師の説話を聞いていたジェイクは突然神の啓示を受ける何時光を見たかそうだバンドだこうして 二人は昔のバンド仲間を探し出しあの手この手でバンドに引き入れ音楽で金を稼いで個人を救う神からの任務に立ち上がったのだが行く手にはイリノイやシカゴの警官、周平、マッチョなカントリーミュージックバンド、ネオナチ曲団体、そしてジェイクの命を付け狙う謎の女が待ち受ける。あらゆるつてを使い満席となった会場で 外線コンサートを催し、舞台裏でレコード会社の契約を受けた二人は、レコーディングの前払い金として、現金1万ドルを受け取る。個人存続に十分な資金を得た二人は、ブルースモービルに乗って、追っ手を振り切り、シカゴ資本庁舎に到着、クック軍を担当する窓口で期限前に納税を済ませるも、州警察や軍隊の総動員によって、 身柄を拘束され刑務所に収監される。刑務所の食堂施設でエルビス・プレスリーの監獄ロックを演奏するバンド一同とブルース兄弟。世界のユニバーサル・スタジオテーマパークでブルース・ブラザーズショーという名称で劇中の曲を演奏するストリートミュージカルショーが開催されている。1991年にフロリダのニューヨークエリアに設置され、 その後、ハリウッドのアッパーロットにも設置された。だが、ジャパンは2009年12月31日に、ハリウッドでは2015年2月16日にクローズしたため、残るのはフロリダのみとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。